待ってたぜ。この先にやり合うのにうってつけの場所がある。ついてきな。なあ、魔物って何なんだ？え？さあ、シーフわかる？さて、人間が生まれるより昔から地上で暮らしてる偉大な先輩ですかね。この世界の大先輩様か。そいつはすげえ。ブレッド大将軍やムニエル様はそんなのと喧嘩しようってんだな。一方的に因縁をつけられてわしらは大迷惑じゃ。皆殺しにしてやるぜって感じじゃねえんだな。俺たちを何だと思ってんだ。そんなの人間だけでやってろ。やっぱ魔物ってのはブレッド大将軍が言ってるような極悪な奴らだとは思えねえな。そうだよ、魔物は全然悪くなんかない。その通りだ。これほど純粋な者たちは他にいない。ふざけんな。悪魔は極悪以上の悪だっての。ややこしくなるからベルゼは黙ってて。クロア将軍、私たち協力できない？あなたももう気づいてるでしょ、どちらが正しいのか。そいつはどうだろうな。正しさなんて騙し絵みたいなもんだ。見方と考えようで違った顔に見えてくる。じゃああなたにはまだブレッドが正しく見えているの？あんた王女さんなんだってな。世が世なら俺はあんたの部下だったわけだ。でも残念ながら今の俺のボスはブレッド大将軍でね。あの人にはどうしようもない暮らしをしてた俺たちを軍に引っ張り上げてもらった恩がある。だからブレッドが何をしても黙ってついていくと。俺にとっては正しさより義理の方が大事でね。でももうやめとけ。こいつは覚悟を決めてんだ。やっぱ違うよな。
Wow. ついたぜ。さあ、始めようか。おい、おっさんたちは手を出すなよ。分かった。さあ、魔物君、第二ラウンドと行こうじゃないか。あんなメカに当たったら、ひとたまりもないよ。
迎え撃ってやれ。まだまだ。してるぜ。悪魔がそんなこと言われて嬉しいと思うか。もっとそいつは失礼した。買ってくだされ。さあ、もう、この君、第2ラウンドと行こうじゃないか。よっしゃ。あんなメカに当たったら、ひとたまりもないよ。引かれないように注意して。してるぜ。悪魔がそんなこと言われて嬉しいと思うか。
俺の負けだ。 ほらよ、アカニウムはあんたのもんだ。
Victoire.敵にアクアニウムを渡したとあっては処分は免れんだろう。まあ、首だろうな。本格的に仕事をなくしちまったわけだ。 これからどうするの？ 召使いってとこか。誰が召使いじゃ！ どうも姫を守る騎士が足りないみてえだな。 貸してくれるの？ 借りたいのはこちらでね。 お手をよろしいか。 正式な作法とはいかねえが、 これで俺はあんたの騎士だ。 雑誌やつじゃな。 どうしてさっきはブレッドに恩があるって。 義理を大事にするとも言ったろ。 あんたとベルゼブブにはスターニア遺跡で助けられた。
じゃあ一緒に来てくれるの？いや、あんたたちに同行するより別のやり方の方が力になれる。こいつを持っててくれ。俺とあんただけの通信だ。その時が来たら必ずこちらから連絡する。姫さんをよろしく頼んだぜ。頼もしい仲間が増えたな。あんなのが役に立つのかね。こちらラオだ。ランゴだ。急ぎキャンプへ戻ってくれぬか。何があった？戻ってから話すが、ブレッドたちが動きそうだ。了解した。草むらにも敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入る。要注意です。みんな集まってどうしたの？誰も見向きもせんな。テレビに夢中みたいだぞ。やあ。
いね。ランゴ。見るのだ。ついにジャム国王が自らの過ちをお認めになった。そして王位をムニエル様に禅譲したいとおっしゃったのだ。これがその証である。似合うかな。王家に代々伝わる首飾りらしいね。そんな大事なものを託されてはジャム国王の願いを聞き入れざるを得ない。私はフォレストランドの王となり、人々のために立ち上がることにしたよ。静粛に。ムニエル様は国民のために重責を担う決断をなされた。我々はムニエル様を正式な王として迎えるべく、フォレストランド王宮広場にて即位式を執り行う。まずいことになった。首飾りをあのような形で利用されてしまうとは。無理やり奪っておいてお父様から譲られたなんて。こちらからも発信しなければ言ったもの勝ちになるぞ。おっさんみたいに電波塔から話せばいいじゃん。報道局へ連絡すれば国民に声を届けることはできるのか。いや、この10年でメディアは完全に軍に掌握されてしまった。即位式に乗り込んでカメラの前で直接訴えよう。力ずくでの訴えが果たして国民に届くかどうか。私が生きてることを発表したら聞いてくれるんじゃない。悪魔の子の言うことを聞いてくれるとは思えねえが。と、すまねえ、王女。大変だ。どうしたジャポン。即位式でジャム国王が処刑されるって。ジャポン、いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。マジなんですって。
あちこちの町で噂が出回ってんすよ。しかしな、いくらブレッドでも国王処刑なんてよ。憶測を話しても意味はなかろう。フォレストランド軍に潜入している砲塔の帰りを待とう。それまではしばし待機だ。まだ何も分かっていない。知らせを待つ間少しでも休んでおこう。私が首飾り、ねえどうしよう。ベルゼ、お父様にもしものことがあったら。ムニエルが正式な国王となればサンドランドへの侵攻が始まろう。そしてブレッドの悲願でもあるかの国の征服が達成されれば、ブレッドたちのやり方に不満を持つ者たちも支持に回る。そうなれば我々にとっては最悪の結末が待っておるだろうな。いいか、お前たち、いつでも。いや、いいね。やあ、
いいね。いいか、お前たち。
よし。やあ。いいね。いいか、お前たち。アンの前では言えないが、首飾りジャム国王が王位を譲る意思をでっち上げることができてしまった。処刑が本当かは分からんが、国王を生かしておく必要がなくなったのは事実かもしれない。ご苦労だったな、宝刀。して処刑の噂は事実なのか？はい、召喚クラスの者たちが動揺を隠せない様子で話し合っていました。即位式の前に公開処刑を行う手はずのようです。ランゴ、分かっておる。我々レジスタンスはジャム国王を助けに行く。水を差すようですまないが、助け出すための作戦はあるのか？少人数の我らにできるのはいつだって陽動と潜入だ。今回は王族だけが知る抜け道から王宮広場に潜入する。陽動は国王を人質に取られた状態で下手な騒ぎを起こすのは危険だぞ。ジャム国王の身柄を確保してから逃げ道を作るための陽動を行うつもりだ。冗談じゃない。俺たちは抜けさせてもらうぞ。こんなもの罠に決まってる。みすみす飛び込むのは愚か者のすることだ。分かっている。それでも行かねばならんのだ。止めようとは思わんさ。俺たちは行かないってだけだ。待って。いいよアン、行きたくないやつはほっとけよ。でもベルゼブブ殿の言う通りだ。行きたくないものは去ってもらって構わん。わしは留守番でいいですかね？いいわけないだろ。ですよね。とほほ。我らは10年もの間このような戦いを続けてきた。その集大成を見せつけ、ブレッドたちの鼻を明かしてやろうぞ。現地にて作戦を詰めるぞ。じゃじゃーん。なんで俺がここにいるかって？珍しいものがありそうならどこにでも現れる。それがラシーだ。そうだ、ちょっと面白いものが手に入ったからお前にも分けてやるぞ。珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。じゃじゃーん。な、珍しい。
から持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。じゃじゃーん。見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。ありがとうございました。やあ、いいね。
ありがとうございました。いいね。すまん、遅れた。他の者たちは？皆、陽動作戦のために首都の方々に散っている。ラオ殿たちにも陽動を任せたい。
構わないが、ジャム国王の救出は。それが違う。団子一人で、そんなの無茶だよ。何、老いた狐は捕まらぬというところを見せてやるさ。確かに反乱軍時代の乱子殿を私は一度も捕らえられなかったな。へえ、おっさんが捕まえられないなんてやるじゃん、じいさん。でもさ、王宮広場にはブレッドとムニエルがいるんだろ。逃げ足だけじゃ王様は助けられないと思うぜ。王子と殴り合える人間に、リリス様を倒したという人間ですからな。姉ちゃんが負けたってのは信じたわけじゃないけど、そういうことだ。だからさ、俺が言ってやるよ。ベルゼ、ムニエルってのが本当に強いか戦ってみたいからな。ベルゼ、目的はお父様の救出だよ。わかってるって。ついでにお前の親父も助けてやるさ。ついで。決まりだな。潜入の役目は譲ってもらおう。かたじけない。あの橋の下に王宮広場へ通じる秘密の通路がある。そこから。秘密の通路？おい、早く行こうぜ。しゃ、フォレストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだ。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。10年前も私はここを通ったのかな。全然覚えてないけど、今度はお父様を助けるために戻ってこられた。待ってて、お父様。
んだよ、もう秘密の通路は終わりか。し、即位式までまだ時間がありそうだ。始まるまでここで待機しておこう。そろそろ始まるようだな。誰か。今日はフォレストランドにとってかつてない栄光の日である。そして同時に悲しみの日でもある。お父様、お前らはここで待ってろ。俺一人で行ってくれ。いくら王子でもそれは無茶ですぞ。ゾロゾロ言っても目立つだけじゃん。いいから任せとけって。こっそり近づいてアンの親父を連れて逃げりゃいいんだろ。気をつけろ。警備の兵士に見つかれば終わりだぞ。わかってる。ジャム国王は良き王であった。しかしどれだけ清い水もひとしずくの泥水で濁ってしまうものだ。ジャム国王は悪魔にそそのかされ罪を犯した。その過ちは王といえども身をもって償わねばならない。よって即位式に先立ち、ジャム国王の処刑を執り行う。させるかよ！
魔物だ。照準。おっさん、走れるか。逃げるぞ。撃て。話が違うじゃないか。撃たないって約束だろう。どういうことだ。ベルゼ、その人はお父様じゃない。やはり罠だったんだ。逃げろ。そういうことかよ。ついでだ、一発ぶん殴ってやる。魔物め！エンドミル基地の決着をつけようぜ。汚らわしい魔物の相手など二度とごめんだ。いい、どうなっとるんじゃこれは。予想以上に大きな罠が仕掛けられていたらしい。これみんなフォレストランド軍なの。レジスタンスの陽動はどうなっとる。陽動？こいつらのことか。すまねえ。ちょっとだけピンチかもな。なんの？脱出だ！一匹たりとも逃がすな！王子、今だ。私たちも逃げよう。ほっ。よっ。うりゃっ。うわっ。うりゃっ。じゃん。やっ。軽い軽い。まだ。うりゃっ。戦えるぞ。
深く。王子。逃げられるわけないじゃないか。さあ、悪魔よ。仲間を処刑されたくなければ、私の前にひざまずけ。言うこと聞いたらそいつら逃がしてくれんのか。そうだね。考えてあげてもいい。なんだ、こいつの心が読めねえ。さあ、どうした悪魔、ひざまずいて許しを請え。なんだ。だらしないぞ、ベルゼブブ。お前をひざまずかせるのは俺たちスイマーズだ。あいつら。ベルゼ。おい。おい、絶対に逃がすんじゃない。来た来た。手間をかけたな。おかげで助かった。でもどうして、
抜けるって言ってたのに。へへ、それも作戦のうちだったのだ。フォレストランド軍の艦長は常に警戒せればならんからな。たもとを分かったように見せかけて遊撃隊として別行動をしてもらった。反乱軍時代に国王軍も何度か煮え湯を飲まされたな。芝将軍には通じんかったがの、今回もうすうす気づいていたのでは。そうか。まあな、やり方は想像してなかったけど。無茶しすぎなんじゃ、危うく死にかけたぞ。大成功だったからいいじゃないか。全然大成功じゃないよ。お父様は偽物で、私たちただ逃げただけで。そいつはどうじゃろうな。え、これこれ私の命より大切なものなんじゃろう。おじいちゃん、やめんか、苦しい。こいつは大主君だぞ。王位禅譲の正当性を証明できなくなれば即位式が中止されるかもしれん。やるじゃん、シーフ。まったく、喜ぶのはまだ早かろうに。シーフ殿の言う通りだ。ジャム国王をお救いしなければ何も解決したことにはならぬ。ウド、トリケキャンプに連絡して次の作戦の準備。そう思って連絡してるんですが、応答がねえんですよ。通信機の故障ってわけでもねえのに。妙だな。戻ろう、ウド。了解。気になるな。私たちもキャンプに戻ろう。助かる。ではこちらから行くとしよう。俺たちはフォレストランドの首都巡りでもしていこう。やった、俺ココナッツミルク飲みたい。ああ、腹がはち切れるまで飲め。でもさ、かなり遠くまで来たよな。ああ、魔物の里を立った時には全く想像していなかった。まったくじゃ、まさか隣の国まで来るとは。いろいろ見れて楽しいからいいじゃん。みんな、ありがとうね。
フォレストランドの軍は屈強な奴らじゃな。よほどの朝練を積んでいるのだろう。国王軍は一部を除いてぬるま湯にどっぷりだったからな。楽しかったぞ。脇道の方がいろいろ落ちていますね。あまり人が通らないから拾うものが少ない。人が通らない場所に落ちてるってのが不思議だけどな。空から降ってきたんですかね。草むらにも敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですな。木の上に草の影に気をつける場所だらけだな。私からしたらサンドランドも危険だらけだったけどね。整備された道といえど木々が飛び出し視界を遮ってしまうこともある。慎重を期すことだ。崖に突っ込むなんてごめんだからね。まっすぐかっ飛ばすならサンドランドの方がいいな。降伏しないと皆殺しざますよ。ああ、ちょびひげ、まあお下劣とんちきスカタ悪魔。誰が
撃退散。
してあんたがここに。やっぱ処刑場を流して怪しい動きをする人間を探ってざます。ゴリラ女の下に残るはお前だけだ。おめえを上塗りする前に降伏しろ。このままでは済まさないざますよ。大舞台で仕返しに来るから震えて待つざます。な、待てこの野郎。逃がすとまずいことになる。何としても捕らえるぞ。道といえど木々が飛び出し視界を遮ってしまうこともある。囲まれておるぞ。伏兵か。うかかったざますね、おバカさん。たち確実に息の根を止めてやるだまさ。痛いなこの野郎。てよっしゃ。なんてこと、我が輩の作戦が台無しに。もういいだろう、観念して降りてこい。かな、我が輩に命令するなんて許さないざますよ。我が輩は誰かに命令されるのがこの世で一番嫌いなんざます。けど
今日だけは我慢してあげるざます。感謝なさい。また罠だと思うかね。どうだろうな。どっちでもいいよ。やることは一つだろ。潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですが。木の上に草の影に気をつける場所だらけだな。もう逃げられねえぞ、ヒゲチョビン。それはどうざますかね。まんまと追いかけてきたおバカさん。いや、やっぱり罠か。あいつ逃げようとしてる。逃がすかよ。せっかく本気を出さずに引いてあげようとしてたのに。ぶっ飛ばしてやるからごちゃごちゃ言わずにかかってこい。むきー、生意気生意気生意気。悪魔のガキンチョが我が輩にかなうわけないでしょうが。って逃げられると思ってんのかよ。本気で我が輩にかなうと思ってる。騙しか。ですから王子、今度さえ騙すね。好き勝手動き。ブーストジャンプをうまく使って先回りしてやれ。逃げるざます。
遅いだますね。ほらほら、バカみたいに逃げるだます。もう少しだ。落ち着いて対処しろよ。ザラッチャ。黙って縛られてろ。いやいや、そやつにはたっぷり喋ってもらわんとな。ランゴ、キャンプは、みんなは大丈夫？大きな被害はない。ベルゼブブ殿たちがエピを止めてくれたおかげだ。さて、ジャム国王の居場所とフォレストランド軍の動きについて。洗いざらい吐いてもらおうか。口を割らないのであれば。そんなもの必要ないざます。我が輩がしゃべるまでもない。
どういう意味だ。テレビを見ればわかると言ってるんざますよ。長き夜も明るい朝も私のすべてをあなた方のために。そして偉大なるフォレストランドのために捧げることをここに誓う。即位の宣誓はなされた。今この時より我らはムニエル様を王としていただく。我らの襲撃の後で即位式を敢行したというのか。うん、そうじゃない。見て、ムニエルの胸元。偽物を作っていたのではないか。偽物を用意するのはお手のものじゃろう。いや、広場を見ろ。処刑台もグッピーの砲撃の跡もない。これはおそらく
事前に撮影されたものだ。それだけじゃないざます。なんだと？当たるものか！この国は私が守る！見たであろう国民たちよ。これが即位式で起こった全てだ。卑劣なレジスタンスはサンドランド国王軍と手を結び、かつての英雄シヴァ将軍と恐るべき魔物を我が国に引き入れ、ムニエル様の即位を阻止しようとした。幸いにも即位の宣誓は済んでいたが、到底許されることではない。私と兵士たちの力で魔物どもを追い払うことはできた。王としてこれ以上の暴挙を許すわけにはいかない。
犠牲になった者たちのため、すべての国民のため。私は今ここにサンドランドへ宣戦布告する。もちろん悪逆非道のレジスタンスも許しはしない。気に食わんが、奴らの方が一枚上手だったな。おおほほほほ、終わった、終わったざます。すでにフォレストランドの大軍が国境近くに展開中ざます。だが、サンドランドに戻らなければ、アレへの通信はできんぞ。だったら、すぐにサンドランドへ戻ろう。父上のことはどうする？ここに残って俺たちだけで戻ればいいじゃん。うん、私も行く。あそこにはお世話になった人たちがいる。誰も傷つけさせたくない。ジャム国王もお嬢と同じ立場なら同じことをおっしゃるだろう。こちらは我々に任せて立派にサンドランドを守ってきなさい。はい。
やあ。いいね。よし。じゃじゃん。珍しくそう。俺もいいもの用意しておくからさ。やあ。いいね。なんだ。ジャム国王、レジスタンスを一網打尽にできるならばそれでよし。
敗しても宣戦布告の口実になればそれもまたよしか、選択の余地がなかったとはいえまんまとはめられてしまった。手ごわい相手だ。ありがとうございました。それにしてもさ、かなり遠くまで来たよな。ああ、魔物の里を立った時には全く想像した。こちらラオだ。あれ将軍、応答願う。
こちらアレです。フォレストランドのことで至急話したい。合流できるかね。宣戦布告についてはこちらでも把握しています。対応に追われて王の都から動けない状況です。分かった。では私たちが王の都へ出向こう。助かります。では後ほど。待っていました。ご足労ありがとうございます。ますますひどい顔になったな。睡眠は取れているのか。ここ数日は辞書から眠りの文字が消えてしまっていますね。この後も厄介な会議があって長くは話していられない有様です。さらに眠れなくさせてしまいそうだが、これまでの経緯を話しておこう。なるほど、よほど戦力に自信があると見える。エピはすでに国境近くに大軍が配備されてると言ってたわ。いや、今の国王軍では総力戦でも分が悪いか。
おっと、そろそろ会議の時間だな。宿を用意してありますから、今日はあちらで休んでください。私はここで失礼します。続きはまた。待って、アレ将軍。国王軍だけじゃ対抗できないなら、私たちレジスタンスと。やっぱりダメなの？そうじゃない。この後の会議で議論の俎上に乗せるつもりだった。が、議論などと言っている場合ではないな。以前、教頭の要請を無下に断ったこと、申し訳なかった。今度はこちらから申し込ませてほしい。フォレストランド軍に対処するため、あなた方と共闘したい。あとは宣戦布告の意味も分かっていない国王の説得だな。王の都だけは絶対安全だと思い込んで、まるで戦おうとしないのですよ。何か私たちにできることは？お気遣いなく。これは私の仕事ですから。それでは。いらっしゃいませ。アレ将軍からお話は伺っています。今日はもうお休みになられますか？ではごゆっくり。昨夜はよくお休みでしたね。さて、これからどうする？アレに会いに王宮へ行こう。会議とやらも終わっているはずだ。サンドランド国王の説得、うまくいったかな？